どうもおはようございます。藤夏健でございます。さあ、今日はですね、視聴者さんに勧められたドロップジェリーというゲームをやっていこうと思います。なんかこんな感じ。あ、左右スワイプで、どこに落とすかってことか。同じ色くっつけんのか。なるほど。こんな感じ。なるほど、同じ色がくっついて分割されてるやつがでかくなる。なんか言葉で説明するのむずいけど、まあまあまあ、だいたいどんな感じかを把握しました。で、強制的に落ちてくるわけではないので、結構考えながら、まあ落としていいぞみたいな、感じですかね。はいはいはい、詰まったらゲームオーバーってことかな。まあなんか連鎖して、クリアになった。ステージクリア制なのか。でも何がクリア条件だったかあんまり把握できてなかったけど、40、オッケー、把握。消すごとに2点いくから、はい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 。で、左上の26ムーブズって書いてあるから、あれまでにあと26点貯めろよと。オッケー、大体把握した。まあ、これがまあギミックが出てきたりとかすんのかな。まあちょっと面白い、まあ、僕の好きな感じのゲームではあるので、まあどんな感じになっていくのか、まあ、ちょっとこれのんびりやれそうなゲームなので、ちょっとやっていこうかなと思います。いいね。ただ連鎖したからといって、これは2点4点8点とかなっていく感じではないですね。もう本当にシンプルに消したら2点という感じですね。さあ、ここから10倍速でお届けします。まあ、とりあえずですね、消していけばある程度クリアできるよみたいな、まあ、序盤はチュートリアルステージみたいな感じでしたかね。でもこれやっててですね、なんかこう連鎖がうまいこと決まった時とか、一応僕ぷよぷよとかはまあそれなりにはやってたので、まあどうやったら連鎖起きるかとか割と考え方は知っている分、まあちょっと有利なのかなという感じはあったんですけど、まあただ連鎖したところでポイントがめちゃくちゃ増えるというわけではないので、まあ普通に消すだけでも全然クリアできるような難易度が、ずっと続きました。最初の10ステージぐらいはですね、一切広告ないから快適だなとか思ってたんですけど、進んできたらなんか急にステージクリアするごとに広告が出てくるようになってきました。で、ただただパズル的に、消すだけのステージと、まあ、こんな感じで、なんでしょう、ブロックを消すみたいな、そんなステージもちょこちょこ、出てくるようになりました。これ真っ黄色でいきたいな。こんなんで、こっちでダメージ当てて、真っ黄色来ねえかな。真っ黄色が欲しい。来た。これはお得だもんね。ちょっとやばいかも。あと3ムーブ3ムーブ、もう無理か。これでゲームオーブ。なるほど、失敗したらこんな感じになるのね。広告、まあまあ、ちょっと待って、違うじゃん、さっき赤黄色から来たじゃん、今回黄色からだから、毎回これランダムなんだな。これネクストとかネクネク見れたらもうちょいこう考えるとかが戦略が生まれてくるんですけど、それがないんですよね。もう本当にだから毎回ランダムで変わるから、1回ミスったから、次はこうやろうみたいな、そういう対策は立てられないですね。なるほど。ただまあうまくやれば絶対クリアできるようにはできてるんでしょうけど、いいね。でこれで黄色くる。ちょっと仕組まれてる、これもしかして。仕組まれてる、これもしかして。今回激烈にいいぞ。なんだろうな、ちょっとこのゲーム好きだったけれども、ツモが噛み合うかどうかがかなりでかいゲームな気がしてきた。ここクリアしたレベル30です。ちょっときついか。こっちからとりあえず、まあ青がいけるようにして、まあこのブロックを消すステージの方がやっぱ考えられる分面白いですね。通常のステージはまあとりあえず消しときゃクリアできるだろうという感じなんですけど、
いやーこれもツモ悪いぞ。紫が下だと邪魔なんだよな。あーなんかちょっとツモが噛み合わないですね。あーまあ青を消しとくかとりあえずね。さあここから緑が連発で来てくれね、くれれば。あーちょっと運が悪いよ。どうしよう、こっち捨てる。いやー緑が左にない。ちょっとしんどい。あー緑が左にない。ちょ緑こ、おい緑こんすぎるってこれ。おい左緑ちょ、おいこれ運ゲーじゃない、これ。いけた今。うーんどうだ、これはちょっと俺が下手だった説はあるけど、青消せばまだあるか、まだチャンスあるな。こっちで捨てとく。これで紫1個はいける。紫1個、あとは緑紫。あー右側ではダメだ。下緑上紫ないけたけど、もう運ゲーなんだよ最後の1個の。あこれはさ、やっぱだ俺が下手だった。あこれもうクリアそうね。やっぱそっか、消す順番が大事だこれは。うん、これもうダメだ。あのこの ゲームの運のせいにしちゃダメだ。ちゃんとやればクリアできる。さあ、こっから20倍速でお届けします。まああのちゃんとやればどうにかクリアする手段はあるはずだということで、それを信じてですね、結構考えながら、ちまちまやっておりました。ただまあクリアするごとに広告出てくるのが鬱陶しいなとか思いながら、失敗しても広告出てくるし、まあでも面白かったです。ちゃんと頭使ってここで連鎖起きるなとか考えながら、まあ、別に連鎖を必ずしもやる必要はないんですけども、まあ、連鎖した方がまあ効率よく消せるぞっていうところでね、まあ頑張って効率よく消そうと、どうにかちゃんとやればクリアできるはずだ。失敗したら自分のせいで、まあ、この広告5秒広告をね、見させられてるんだということで、ひたすらに頑張りました。で徐々にあのターゲットの、クリアできるラインがかなり厳しくなってきてて、これ本当にいけんのかよみたいな、そんな条件とかもありましたが、まあ、時間かければなんかクリアちゃんとできてたんでね、やり続けました。今回だいぶ綺麗にお掃除ができたので、まあ問題ないでしょう。こっから相当ツモが悪くない限りは大丈夫。あー OK、あと1個消したらクリア。あー OK です。よーし。いやでもギリっすね、クリアできる可能性が今半々あるかないかぐらいになってます。よし。あれちょっと待って、ループした可能性ある。あーこのステージは見たことある、完全に見たことあるステージですね。あーもう終わり？ちょっとループした説があるんですが、あーでも見たことあるかないかわかんねえな。まあまあまあとりあえずやっていきましょう。確定でループしたって、ちょっと待って、初手で消えるところが一個もね、なかなかにちょっと厳しいですね。まあ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 、なんか連鎖が仕込まれてるとかもなさそうだな。これシンプルにこれ全部ゆっくり消すだな。で、あの俺分かったんですよ、このゲームもう本当に今点数が結構ギリだから。あーよし OK、 あの3個とかで消してしまうと3点になっちゃうんですよ。3ブロック使ってこれ3点になっちゃうんですよ。なのでこれ3点で消してしまうと、あのブロック効率的にあんまり良くない、あんまり良くはないですね。まあ、めちゃくちゃなロス、これこういうのはちょっとやってしまうと、まあ、若干損ではないのか。3でしょ、6ブロックで6点2、あ一緒だ、あ1ブロック1点なんだ、2個で消したから2点の1ブロックで、あだ変わんねえわ。あオッケーオッケー、ごめん、まあいい、まあ喋りながらやるゲームでもねえし、いいね、もうどうせこんなとこ使わねえよ。ちょっと待ってね、お下列じゃないこれ、お下列じゃない、あと13点なんかもうどうあがいても無理でしょこれ。ちょっと待ってよ、これマジでさむずすぎんか。
ちょっとねこのステージもう結構な回数やったんですが、下手したこのステージでこのゲームがマジでただの運ゲーだという証明ができるかもしれない、そんな気がしております。消せばこのブロックが1個1点になるんですよ。なので、今これをねうまいこと全部連鎖させて全部消したとして、あとだから今この状態だと4点分ね。つまりよ、これ今落ちてくるこの赤黄色は2点、これは3点みたいな感じで、でこいつこれが最悪で、これ1点分しか落ちてこないんですよ1手で。どういうことか分かります？あと14ムーブなんですよ。全部消したところでこれ足りる？これちょっと一回ちょっとガチでちょっと何言ってるか分かんないでしょうけど、もうこれでしょ、もうこれでしょ、ほらもうあと3ムーブで14でしょ。これさめちゃくちゃな運ゲーなんじゃないの？ほらもうこんなんされたら、ほらこんな綺麗にこんな綺麗に整頓してあと4点必要ってさ、これもう運ゲーだろ。4個ブロックとかがいっぱい落ちてきて偏ったやつを全部綺麗に消してやっとクリアできますよみたいな。ちょっと俺の実力のせいだって思い込んでたけど、もう運ゲーだよこれ 100% の。クリアできる分の点数が降ってきてねえじゃねえかよ。はい、ということで今日はドロップシェリーというゲームを紹介させていただきました。最初はすごい面白いゲームだなと思ったんですけど、後半運ゲーになります。それでも面白いと思いますので皆さんもぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。